代わって調布警察署から東京交通安全キャンペーンと交通事故防止に関するお知らせです。調布警察署の大沢さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず東京交通安全キャンペーンはいつから始まりますか？はい、12月1日から12月7日までの7日間で世界一の交通安全都市東京を目指してをスローガンにして行われます。東京交通安全キャンペーンの重点にどんなことを掲げていますか？はい、重点は5点あります。1、子どもと高齢者の安全な通行の確保。2、飲酒運転の根絶および高齢運転者等の交通事故防止。3、自転車の交通事故防止。4、二輪車の交通事故防止。5、違法駐車対策の推進です。なるほど。ここからは交通安全のポイントを詳しくお聞きしたいと思います。都内の交通事故について特徴を教えてください。はい、都内の交通死亡事故は10月末現在で112件発生しています。昨年に比べると人身事故件数は減少していますが、事故死者数は12人増加しています。年齢層別では高齢者が最も多く、状態別では歩行者が全体の約4割を占めています。歩行者の交通事故で多いのは道路の横断中です。歩行者の中でも子どもの事故は飛び出しやキックスケーターなどの遊具を利用中の事故が増えています。道路では絶対に遊ばないよう保護者の方は見守りをお願いします。調布警察署管内の交通事故の特徴はどのようなものがありますか？はい、調布警察署は調布市と狛江市の2市を管轄しています。調布警察署管内の交通人身事故は10月末現在で378件発生しています。そのうち交通事故死者数は2名、重傷者は19名となっています。人身事故の特徴としては自転車が関与する事故が全体の約5割を占めており、高齢者が関与する事故も目立っています。また路線別に見ますと交通量の多い甲州街道での交通事故が多くなっています。高齢者と自転車の事故が多く発生しているんですね。それでは高齢者の事故防止についてポイントを教えてください。はい、高齢者の事故で多いのは道路の横断中で、その多くが自宅付近で発生しています。慣れた道でも油断することなく安全確認を徹底し、無理な横断はやめましょう。続いて自転車の事故防止についてポイントを教えてください。はい、自転車の事故で多いのは出会い頭の事故です。交差点に進入する際は必ず一時停止をし安全確認をしてください。12月中の交通事故の特徴はあるのでしょうか？はい、12月の特徴としてはお酒に絡む事故が増加する傾向があります。過去の統計から見ても飲酒運転の車両による事故件数は12月が最も多く、自転車でも飲酒運転しているケースや歩行者でも飲酒後に交通事故に巻き込まれる方が多いのも12月です。もし路上に寝込んでいる人を発見した際はすぐに110番通報をしてください。ご協力をお願いします。最近は日暮れが早くなり、外を歩く際には注意が必要ですね。はい、今の時期は日没が早くなっています。夕方から夜にかけ道路が暗くなり、昼間に比べ歩行者等の発見が遅くなります。慣れた道でも安全運転を心がけ、危険を予測した運転をしましょう。歩行者の方は夕方から夜間の外出時には明るい服装と、このような反射材の活用でドライバーに自分の存在をアピールしましょう。明るい服装プラスこういった反射材がしっかり必要なんですね。そうですね。そうすることでかなりアピールすることができますよね。はい、では最後に交通安全についてメッセージをお願いします。警視庁では東京セーフティーアクションという交通安全に関する特設サイトを公開しています。交通安全に関するコンテンツがたくさん紹介されていますので、
警視庁ホームページからぜひ一度ご覧ください。調布警察署の大沢さんにお話を伺いました。